院内集会を開催したいと思います。司会を務めます総掛かり行動の憲法壊すな実行委員会の中尾梢恵です。よろしくお願いします。先ほど のご遺族の方たちのお訴えアピール含めてですね、本当に切実な思いで聞かせていただきました。それから今日の、これから講師をしてくださる北上田さん、そして、具志堅さんのお話も今日これからお伺いさせていただくわけですけれども、本当に最近ですね、日米首脳会談がありましたよね。そして菅首相は一層防衛力を強化するという約束を受けて入ってきたわけです。私こういう中でこれからの本当に沖縄の方々が延々と相当厳しい状況の中で、基地のあるそういう環境の中でお暮らしになってきたことの痛みを本当に分かってもらいたい。で、今年は選挙の年でもあります。私はもう本当にこの政治をやめて、立憲野党の結束の力と市民運動のさらなるこのうねりをですね、大きくしていって政権を変えて実現させたいと思います。日野この基地は本当にいらないです。ご遺族の方たちの思いを私たち共有していって、そういう戦いがこれから一層力強くやっていきたいなということも含めてつくづくそう思いました。じゃあはじめに、皆さん今日今鳩山さんがいらしてくださいました。突然でありますが本当にありがとうございます。じゃあお話を伺いたいと思います。ぜひ沖縄と米軍基地問題議員懇談会というのは、沖縄と米軍基地の問題に取り組んでいるんですが、沖縄だけではないので、ただ沖縄に中心が多いので、沖縄等と米軍基地問題議員懇談会となっていますが、私は3代目の会長でございまして、初代会長が鳩山由紀夫さんでありまして、今お見えになっていたので一言皆さんこんにちは、鳩山由紀夫と申します。沖縄からわざわざ来られた皆さん、そして沖縄をこよなく愛しておられる皆さん、私はこのような立場で皆さんにお話をできる立場ではないかと思っております。辺野古の技術問題で最低でも県外と申し上げたのに、最低でも県外どころか辺野古に舞い戻らせるという大変な失敗をしてしまいましたことを、これからお詫びを申し上げなければならないと思っております。ただ時の失敗をなんとか覆すことができないかということで戦っておられる皆様方に心からエールを送りたいと思っています。土台大変美しい海を、しかも海底がドロドロになって、どのような予算がかかるかわからない、そんなところに基地を作ることは絶対に無理だと思いますし、やってはならない冒涜だと今は思い返しております。その意味で皆さんと共に行動をこれからも取りたいとも思っているところでありますが、私は2015年に一度だけ蒲生屋の具志堅さんにお供をさせていただいて、遺骨収集の仕事といっても
大したことはできなくて、10分やっては休み、10分放っては休みということで休ませていただいたわけでありますが、遺骨収集に携わらせていただいたことがあります。本来ならば国が行わなければならない仕事であることも言うまでもありませんが、そのようなことを具志堅さん方が本当にしっかりとなっておられることを心から頭が下がります。そしてそのようなところから出る土を辺野古の海に埋めるとはもってのほかでございまして、絶対に許してはならないことではないでしょうか。そのために自らの命を厭わずに具志堅さん方が戦っておられることに敬意を表させていただいて、私にもできることがあればお付き合いたいとも思っておりますが、まずは皆様方の思いが国を動かす日まで頑張っていただきますことをお願いを申し上げ、私からの本来こんなところで立ってお話を申し上げる身ではありませんが、時間をいただきましたのでお話をさせていただきました。どうぞよろしくお願いします。頑張ってください。ありがとうございました。それでは今日はリモートの参加の方、それから第2会場でも参加されている方がいらっしゃっておりますので、本当にコロナ禍の中ですけれども大事な今日の集会と思います。最後までよろしくお願いします。主催2団体からのアピールを2団体からですねいただいてまいりたいと思います。一つは辺野古土砂、搬出反対全国協議会の阿部悦子さん、宗教者の方からはシスター広田さんになります。よろしくお願いします。お渡しをよろしくお願いします。皆さんこんにちは。辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会の阿部と申します。愛媛県から参りました。今日はまず署名をですね、県外の土砂を辺野古に運ぶなという趣旨の署名を、何回にもわたってやりましたけれども、昨年6月ですか出した署名が半年ぐらいでですね、61万筆集まっておりました。で今日までにまた、1万8580筆集まりましたので、全部で62万8719筆が集まっております。皆さんご協力ありがとうございました。本当に主催団体が皆さんでご協力いただきました。ありがとうございました。で、おととしの暮れにですね、辺野古の埋め立ては県内土砂で足りるんだというような情報が流れてきまして、私たちも、県外からの土砂がなくなったのかと、一瞬思ったわけですけれども、去年の4月に設計変更が出てまいりまして、そこにはたくさんの、県外の土砂が書かれてありました。皆さんの資料、北浦さんの資料の、10、11ページですか、鹿児島県の資料を見ていただきたいと思います。実はですね、辺野古に埋め立てのに必要なものが1690万リューベであるにもかかわらずですね、防衛省は、その 5.5 倍の、9300万リューベを可能量として、提示しております。その半分ぐらいですね、沖縄のと同じぐらいの量がまだ九州4県から搬出可能があるということが、提示されました。でそれを地図に落としまして、この鹿児島県ですね、ご覧になってください。28箇所の、採掘場所が書かれています。まず沖縄ということでしょうか。で私たちは南部の土砂を絶対辺野古に入れてはいけないとその運動を進めつつ、しかし県外の土砂もさらに埋めてはいけないという立場で頑張ってまいりたいと思います。今年はですね、5月に北九州で、リモート併用の総会を開きますが、来年はこの、埋め立て土砂の搬出地がこれだけたくさん書き込まれた鹿児島で総会をする運びとなっております。馬毛島の FCLP の計画があり、
また南大隅町では高レベル放射性廃棄物処分場の計画がまだあります。でそういう場所でですね、鹿児島という場所で、来年は総会を開きたいと思っております。南部からはもちろんのことですが、日本の国どこからもどのふるさとにも戦争に使う土砂は一つもないと私たちは考えております。土砂搬出の出口を全て塞ぐ、そして辺野古の埋め立てを諦めさせるという運動に一緒に取り組んでいきたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございます。宗教フェア平和ネットワークカトリック正義と平和協議会の広田と申します。先ほど私たちは防衛省と厚労省の方たちの返事にもならない返事を聞いて安全という気持ちになって、でもそれと同時にこちらにいらっしゃる方たちの力強い声を聞いて、それは本当に真実の叫びでした。真実の叫び、そして正義を大事にする、命を大事にする叫びは人間であれば誰の心にも響きます。カトリック正義と平和協議会も、やっと声明を出しました。菅総理とそれから防衛大臣とそれから電日時に対して、私たちは民主主義の国に住んでいます。民主主義というのは数が大事なんですよね。数が大事です。多ければ多いほど、多くの人が叫ぶほど。ですから私たちが今日その真実の声、正義の声、命を大事にする声を聞いて、それを生き抜く決意を目に見える形、肌で感じられる、耳に聞こえる、そういう行動に広げていかなければならないと思います。今日私たちはこの大変なコロナの時にまさに3密の状態で集まってますけども、ここにいらっしゃる一人一人の方は一人ではないですよね。周りには多くの人がいると思います。ですから今日お帰りになったらまた改めてご遺骨の入った土砂を埋め立てに使わない、使わせない、使ってはならない、それをまた新たに続けようという決意をここでみんなで新たにしたいと思います。頑張りましょう。それでは講演に入りたいと思います。はじめに沖縄平和市民連絡会の北上田剛さん、よろしくお願いいたします。皆さんどうもご苦労様でした。本当に腹立たしく、また虚しくなるような防衛省、厚労省との交渉でお疲れのことと思いますけども、あとしばらくよろしくお願いします。で、先ほどの交渉ではそれぞれ断片的な話しかなかなか伝わらなかったと思うんですけども、私の方からは今回の南部の土砂問題の背景、それから経過で、特にこの間、つい先週の金曜日に沖縄県知事が、いわゆる措置命令という、ただ中止が勧告されて、中止の指示がされていないので非常に残念だったとしか言いようがないんですけども、そういった問題も含めて辺野古の新基地建設事業をめぐる現在の課題と、それから南部地区からの土砂の調達問題について一通り整理をしてお話をしたいと思います。で、最初に辺野古をめぐる状況で皆さんが今気をもんでられるのは、埋め立て承認、変更承認申請がどうなっているか。で、去年の4月に変更承認申請が出されたんですけども、まだ沖縄県知事の承認不承認の判断がされていません。で、今沖縄県は今まで2回にわたって質問を、防衛局に対して質問を投げました。で、現在3回目の質問をまだ予定をしているところです。おそらく今週中ぐらいには質問がされるかもしれませんけども、
まあ、その回答期限が2週間としても、もう5月の連休にかかってしまう。で、まあ、その内容の審査も含めて、時間がかかるわけですから、おそらくデニー知事の承認不承認の判断は5月の半ばから末ぐらいになると、そういうふうに思われます。でその段階で、まあ、国はまたいろんな法的な措置を取ってくるというふうに考えられますけども、いよいよ辺野古新基地をめぐる状況は最大の山場に入ってくる、まあ、そういった状況だというふうに思います。だから5月に向けてこれから、まあ、そういう段階だということですね。それから現在の辺野古の状況ですけども、これ4月の12日の辺野古がある目立て状況ですけども、残念なことに4月の1日の写真ではまだ海が埋め立て区域の中に海面が残ってたんですけども、この4月12日の写真ではもう茶色い部分も、だから埋め立て区域外周部分の中は全て土砂で覆われてしまいました。海面がなくなってしまった。でこの間防衛局は元牛尾川港青桟橋からの土砂の搬入にそれこそ電力を上げているというか、夜の8時ぐらいまで作業するとか、そういった状況が続いているんですけども、そういう中でここまで進んでしまっているわけです。でただこれ緑の写真のところは、これはいわゆる土砂の流出防止帯、断流帯を巻いたところで緑ですけども、茶色い部分はまだ所定の高さまで土砂が入ってないので、まだその緑の断流帯が巻かれてないんですね。でちょっとこれ細かい写真で図ですけども、今回の今の写真でお見せしている現在の状況というのは、基準高プラス 3.1 メートルの高さまでの工事が今進んでるんです。ここでは主役 H20 区埋め立て工事と書いてますけども、でこれが終わると 3.1 から 4.0 メートルの高さが主役 R 元年追加埋め立て工事で、またそれ終わっても4メートルですから、最終の完成高はほぼ約8メートルですから、さらに4メートル盛る必要がある。だからそういう意味では、先ほどの写真では辺野古がある埋め立てがなんか進んでしまったような、で防衛局もプレスリリース等々でそういった宣伝を繰り返してるんですけども、実際にはまだこれを見ても分かるように、基準高プラス 3.1 メートルのところまでも完全には行っていない、そういう状況です。で今防衛局は主役 R3 追加埋め立て工事というのをこれは現在発注をしていますけども、だからそういう状況ですから、まだ辺野古側の埋め立て工事だけでもこれから数年はかかります。それこそいつになるかわからない状況ですね。で、まあ、いろんな話があるんですけども、時間があれですので飛ばしますけども、先ほどの交渉でもいくつかの話をしましたけども、防衛局は設計側の変更申請がまだ知事の判断が出ていないのに、軟弱地盤の工事費であるとか、それから高さ制限に抵触をする送電線鉄塔の移設工事、それから御座川の切り替え工事等々について今年度の予算でもう計上して、この予算は成立してしまいました。でこれが今年度の辺野古に関する経費の総額のようなんですけども、工事に関する経費は713億円が今年度契約ベースですけども、契約だけをして繰り越しでまた実際にその分が払われるわけじゃないんですけども、713億円もの工事を今年度契約ベースで予算をつけている、まあ、そういう段階になるわけです。でここでもありますように、御座川の整備工事が10億円、それから送電線の移設工事が56億円、そういうこと事業も発注しています。で先ほどの話で御座川の整備工事、中敷護岸新設工事の話をしましたけども、4月の2日に沖縄防衛局は入札広告でこの3つの工事の、まあ、一番下の埋め立て工事は3工区に分かれてますから3業者が決まるわけですけども、まあ、3つの工事の入札広告をしてしまう。
出るわけです。で、開札予定が6月の初めから下旬ですから、開札をして一番安いというか妥当な業者が決まって、それから実際の契約までは2週間までかかるんで、今回問題になっている三社川の工事とか中仕切護岸の新設工事は少なくとも7月以降ということですね。で、今の防衛局、今日の防衛省の交渉でも中仕切、これは後で話をしますが、三部の移植等々があるので、まあ、それが終わってからということもありましたから、まだまだしばらくはかかる。で、問題はだから中仕切護岸の話で、先ほどの交渉でもよく分からなかったかもしれませんけども、大浦湾の赤い丸で囲んだ部分です。 N2 護岸という、これはだから当初申請からあったんですけども、性格構造が目的が全く変わりました。で、当初は単に埋め立て区域を仕切るだけの中仕切りの護岸だったんですけども、今回防衛局の変更申請では、この先端にいわゆる用土場、土砂を上げる場所、スペースを50メートル四方ぐらいの陸地を作る、そこへ土砂を上げて、この中仕切り護岸、N2 護岸、それからその先に N1 があるんですけども、それをダンプの土砂運搬道路にするという。だから先ほどの交渉で幅員が8メートル当初は8メートルだったのが16メートルに倍に増えているとかね。だから本来ならこれは設計団の変更申請の対象のはずなんですけども、それもやらずに発注をして工事をやろうとしている。で、そもそも大浦湾のこの一帯は軟弱地盤があるということで、設計団の変更申請が知事の承認が得られない限りで、知事は不承認にしますから、それを国がまた従来の裁判闘争を含めてひっくり返して、それからしか工事はできないはずなんですけど、それを無視して先行してやろうとしている。それから3号が先ほどの話では830軍隊あるというのを認めました。で、先ほど防衛省も明言はしていないんですけども、従来は移植対象の3号があってもその近くまで工事をやりながら移植をしていく、そういったことで問題になってたんですが、今日の話では移植が終わってからというようなニュアンスで、正確にまた文書回答をもらった段階で確認しますけども、そういった状況です。それから特に問題になるのが三社川の工事です。で、これは埋め立て区域の真ん中に今の三社川が辺野古ダムから流れ込んでいるわけですね。だから三社川を切り替えない限り大浦湾の埋め立て工事はできないわけです。で、今回防衛省が計画をしているルートは、その辺野古に来られた方は分かるかもしれませんけども、シワの第二ゲート、この図では赤い絵が描いているところですけども、そこを通って京急の奥に新しい水路を作るという、そういう計画なんです。で、ちょっと時間がないんで飛ばしますけども、今日の質問でも十分やり取りはできなかったんですけども、当初は今回のルートが埋め立て承認申請、ここではこれから青ルートという言い方をしますけども、それで申請をしていた。ところが当時稲嶺名護市長がこの法定外公共物管理条例で名護市の所管ですから協議が必要なんですけども、それを難色を示して結局は赤いルートに変えようとしたんですね。ところがそれも沖縄県が許可できそうにないというので、環境への影響等々を含めて許可できそうにないというので取り下げてしまって、で、今回また元の青いルートに戻っているわけです。で、ただ取り下げた後も防衛局は環境監視等委員会、それから沖縄県に対して文書で一旦取り下げるけども、防衛局としてはあくまでこの赤ルートを計画をしています、で、推理実験をしたりするとかね、そういったことも説明をしながらやってきたわけで、で、それにもかかわらず今回は環境監視等委員会にも諮らないまま当初の青ルートに戻すということで変更申請を出してきているわけです。だから沖縄県に対して、それから
環境監視等委員会を全く無視をしたひどいやり方が続いているわけで、本来さっきも言いましたけども、こういった小さな河川法が適用されない小さな河川であるとか、小さな義道とか、そういった小さな道路法が適用されない道路、これは公共用財、法定外公共物管理条例ということで、以前は国が所管をしていたんですけども、2005年に各自治体に移譲されました。だから米軍施設の中はそのまま国が所管をしているんですけども、米軍施設から外れた辺野古ダムとか名護市の水道浄水場、この辺りは名護市の所管になっている、所有地で管理もしている。だから辺野古ダムを触る、その一部を触ってするわけですから、当然法定外公共物管理条例の適用対象になるわけですから。で、2014年当時も稲嶺さんの時には防衛局は御茶ヶの切り替えについて名護市と協議を始めていたんです。で、ところが今回は全く協議をしようとはしていません。で、ここでは今日もこれ十分追及できなかったんですけども、防衛局、防衛省は12月2日、7日の交渉の時には御茶ヶの整備を開始する際には協議の用意も含め名護市と相談したいと、協議の用費も含めて名護市と相談すると言ってたって約束したんです。これ文書回答です。で、ところがこれについて今日の回答は、名護市との協議については、先方もあるのでお答えはできませんという言葉を濁しました。で、今名護市の戸口市長は、申請された場合審査を行いますと言ってるわけで、今の市長は以前の稲嶺さんが協議をしていたにもかかわらず、今回は国から申請があれば協議をしますということで、自分たちの方からは協議が必要だという指示はしようとはしていない、そういう状況にあります。だからこれについても名護市では野党の市議団等々が頑張っていろんな取り組みも続いてるんですけども、おそらく防衛局は名護市との協議もないまま7月ぐらいから御茶ヶの切り替え工事にを強行する可能性があるという。それから今日の話で確認できた一つの大きなことは、これは何の図面かというと、これ比較しようですね、辺野古ダムがあって、で、地域森林計画というのがあるんです。これはいわゆる保安林とかそういった特別な林でな、森林でなくても民間の普通林であっても、知事が特別に水源環境であるとか景観保護等々で特に重要と決めた森林を地域森林計画というふうに指定をするんです。で、主役のまさに辺野古ダムから今回の御茶ヶの切り替えルート、それから辺野古ダムのこの両側は今後土砂の搬出地になる、オーラの埋め立てのためにここから200万立方メートルの土砂が取られる、で、30ヘクタールほどの開発がされます、土砂を取るために。で、これはだから今までこの問題は質問事項に挙げてなかったのが、今回初めて防衛省に突きつけたんですけども、今日防衛省の回答ではすでに知事との協議を、許可申請の協議を始めているということを認めました。で、これは非常に大きな成果ですから、帰ったらすぐに沖縄県とも確認をしようと思ってますけども、だから御茶ヶの切り替え、それから今後その土砂の採取にするためにも30ヘクタールもの開発行為ですから、当然知事の許可がいる。だからこの問題についてもデニー知事が許可をする市内の権限を持つことになるわけです。そこでも知事の裁量でストップをかけることができる。そういう意味では知事に対してその辺のこう激励をしていきたいというふうに思っています。で、しかも10ヘクタールの場合は、以上の場合は森林審議会にかけてね、で、それの審査を経る必要もあって、普通でも1年ぐらいかかってるんです。そう簡単な手続きじゃない、ありません、これは。だからこの問題についてはおそらく防衛局にとってもかなり今後の御茶ヶの切り替えの進行の足かせになる問題だと思います。それからもう一つは、今日の回答で説明ができていなかったので、
お分かりにならなかったと思いますけども、三沢の切り替えルート、今回の青いルートですね、この茶色い色がオレンジ色がちょっと変わってますけども、この部分はこれ名護市の所有地なんです。名護市の所有地にをいわゆるその米軍への提供ということで、国と名護市が契約をしていわゆる貸してるわけですね、国に。で米軍基地になってる。でところが名護市の所有地をその一部を川にしてしまうということなんです。でこれは何かというと、例えば借地契約をして、ね、その土地が川にされてしまったら、この川は未来永劫に残るわけですから、永久に自分の土地は使えない。だからそんなことを勝手にできる法的な根拠は一体何ですかと今日の質問事項に挙げてました。でその回答が、国と名護市との賃貸借契約の中で形質変更については届出だけで通知をすればよいということになっているときに回答しましたね、防衛省の方は。これは真っ赤な間違い、真っ赤な嘘というか大きな間違いで、あくまで米軍の駐留軍の工事については形質変更についても地主には通知をするだけで、後でその後で返還するときに使えなかったら保証する、そういうのが賃貸借契約の定めにあるんですけども、あくまで米軍の工事に限られます。今回の辺野古の工事は米軍の工事ではなくて日本政府の工事です。だから今日の防衛省の担当者の答弁はその辺が全く間違っている。これは今沖縄の方でも弁護団とも話をしながら、もしこれで強行されたら、いわゆる名護市の土地を無断に侵奪をしたというようなね、法的な対応措置が取れないかということも今検討しています。だから臨時開発の問題、こういった土地の所有権の問題等々を含めて、三沢の工事を、これはだから辺野古の工事のいわゆる要になる、これを止めれば辺野古はできないわけですから、このことについてもとことん頑張って追及をしたいと思ってるんです。あ、これ今の賃貸借契約書ですね。駐留軍が土地の一部を除去し、もしくは形質変更する場合にはあらかじめ通知をするという、こういう条文であって、今回は適用されません。これは今しわごとも、例えば日本政府の辺野古新基地建設事業の工事と、それから米軍の直接の工事が同時に進んでます。で米軍の工事については日本の法令が適用されないから、なかなかそのチェックができないんですけども、日本政府がやっている辺野古新基地建設事業については、例えば赤土流出防止条例とかいろんな沖縄県の条例法令はそのまま適用されるわけですから、この問題についてもあくまで事前に土地の所有権を買収するなり収容するなり、そういった手続きを経ない限り、その分を勝手に川にはすることができないはずです。まあ、以上が、その今日の交渉の内容とも関連して今の工事の状況と、それからこれ当面の今年始まろうとしている工事の課題ですね。それから、今日の交渉のメインの話題になった金箔の塔の横の土砂災害鉱山開発の話ですけども、まさに、現地金箔の塔とかあの辺ご出身の方多いと思いますけど、金箔の塔あの辺り一帯は米須霊域ということで、上の方には東京の塔、それから米須霊域の金箔の塔の横にも広島の塔とか島根の塔とか、稲葉なんとかとかね、いろんな各都道府県の慰霊碑があります。でまさに沖縄戦のそういった戦争のあれを慰霊をする非常に重要な場所なんですけども、その本当にこう、横で、隣接した場所で今回の開発計画は進もうとしている。でこれは去年の10月の末ですか、業者がこの辺りの樹木を伐採して、であそこに重機が3台残ってますけども、ブルド重機で土を鳴らして土地の形質変更をやってしまった、そういう場所です。で、この話で今日の交渉でも話の背景として、土砂が当初の計画では
県外が中心だったのが、今回の変更計画では沖縄県内全域で全量調達が可能だということを防衛省は再三強調しています。で、ただ今日の交渉でも防衛省の回答を聞いていただいてお分かりになったと思いますけども、決して国の方はまだこれは確定したんじゃないんだと、これから事業実施段階でそれで決まるんだということで逃げるわけですね。都合の話が出てくるとまだ確定していないということで逃げている。で、ただ今回の話については県内で、まあ、辺野古の埋め立てに必要な量は約1690万立方メートル。これは完全の量ですけども、そのうち沖縄県内で4476万立方メートルもの土砂が採取できるとしている。で、そのうち3159万リューベが南部地区から調達可能だと。で、これはびっくりするような話ですね。で、今日の交渉でもちょっとこれ時間が足らなくてきちんと詰められなかったんですけども、国の言い分は業者が、調査業務を防衛局が発注をして、その受注業者が各採石業者にアンケート調査を行ってね、辺野古の土砂調達どのぐらい可能ですかということを調査をしたと。それをまとめたんだと。で、埋め立て承認申請の時にも同じアンケートをやったと言ってるんですけども、まあ、今日の話もちょっと中途半端で十分追及できなかったんだけども、当初の埋め立て承認申請の段階と変更申請の今回の計画で調達先が変わってるのはね、アンケートをもう意図的に当初やってたところを変更申請をやらなかったりとかね、全当初と変更の時に同じところにアンケート調査をやってその集計をやったんじゃなくて、そこでだから防衛省の方の意図があったというふうに思っています。で、さっきも言いましたけども、福岡、山口、香川が土砂調達地からなくなった。で、これはおそらく今回はアンケート調査をしていないにもかかわらずもう対象から外している。で、県内では南部地区、宮古島、石垣島、南大東島、宮城島等々が土砂調達可能地になったけども、これらはおそらく当初の埋め立て承認申請ではアンケート調査の対象にすらしていなかったというふうに思われます。だからその辺を確認したかったんですけども、まあ、中途半端に終わりました。で、南部の方ですけども、平和記念公園のこれ国道、あの辺り行かれた方多いと思いますけども、ほとんど平坦地ですからなかなか気がつけませんが、国道の両側にたくさんの鉱山があります。で、これ夫婦の地図ですけども、色が茶色くなったところは全部鉱山なんですね。で、だから糸満と八重瀬町で21箇所ぐらいかなぐらいの鉱山がある。で、これが、まあ、南部地区の最大の激戦地で多くの方が亡くなられた場所ですから、当然遺骨が混じっているということで今回大きな問題になったわけです。で、これがその熊野鉱山、コンポルトの横の鉱山、熊野鉱山というんですけども、こういう形で土砂が削られて天地は立ち入り禁止の看板に立ってしまう。で、牛毛さんの方からも後でお話をいただきますけども、牛毛さんは秋から遺骨収集活動をここでされていて、11月の1日にもちょうど遺骨を見つけられた、まさにその場所だった。で、そこが突然次の週に行かれたら伐採をされて立ち入り禁止になって遺骨収集ができなくなったわけです。で、私たちも沖縄県の方言語家とも連絡を取りながら追及をしてるんですけども、沖縄県もその後何回か遺骨収集活動をこの場所でやっています。で、そこでやはりその都度十数編のこの、まあ、骨片というもんですけども、小さなもんですけども、それが見つかって、で、知事も現地視察をしましたけども、その時にも遺骨を知事自身が確認をしています。で、まあ、今日のお話とも関連しますけども、この問題についての政府の答弁というのは本当にこうひどいものです。で、今日もありましたけども、具体的な調査先は工事の実施段階で決まるから南部地区から土砂を採取することは確定しているわけではない、これで全て逃げ回っているわけですね。で、ところが
これは菅首相も2回にわたって言ってるんですが、仮に南部地区から行われるとしても採石業者においてご遺骨に配慮した採取が行われる。仮に南部で土砂を採取する場合には防衛部が契約を締結する際に業者に土砂のご遺骨に十分配慮した上で行うように求めてまいりたい。これが総理大臣の答弁です。で、業者の責任なんですね、これこうなると。で、工事の特許使用証等々でどういう書き方するか分かりませんけども、遺骨の収集に気をつけるようにと書いてる。で、遺骨が、マジの土砂が持ち込まれたら、それは業者の責任だというようなことを押し付けようとしているのはもう露骨になんですけども、とてもこれは許しがたい。で、ちょっともうこれ飛ばしましょうか。で、鉱山の話ですけども、工業法というのは非常に難しい法律で、工業権というのと採掘権というのがあります。で、最初に、いわゆる採掘、工業を行う権利というのは、沖縄は石灰岩地帯が多いんですから、それこそ早いもん勝ちで土地の所有権と関係なしに工業権が設定されます。で、沖縄では糸満市の場合は、これ10年の前ですけども、糸満市の 16%、今では 20% を超えていると思います。工業権が設定されてしまっている。で、実際に採掘する場合には、採掘権ということで、施業案、これは国に申請をして、国が認可をして初めて現地にかかれるわけですけども、ただその場合でも採掘制限とか自治体との協議とか、それからはっきり言われているのは他法令との許可、工業法だけが優先するんじゃなくてね、今回問題になっているような自然公園法とか農地法、森林法等々も当然遵守する必要があるわけです。で、今回の熊野鉱山で問題になっているのは、一つは自然公園法違反で、これは国定公園、沖縄戦跡国定公園、日本で唯一の戦跡国定公園ですけども、普通地域ということで知事の届け出が必要です。で、それをなしに業者は着工したので、去年の11月11日に沖縄県は中止命令をして工事を止めました。で、今まで止まってます。で、今回の金曜日の知事の措置命令等々も問題もあって大きな問題になりましたけども、そもそも業者が自然公園法に違反して現地に着手していることがあまり県もほとんど触れていない。県業者から届けが出たので、工業法は尊重しなければならないから試験を制限できないから中止命令はできないという言い方をしているんですけども、こういった経過が無視されている。それから森林法、さっきも言った地域森林計画、ここも地域森林計画で指定された森林です。これもその伐採の届けを出さずに開発をして糸満市に対して業者を転売しようです。それから農地法の違反もあります。侵入路で土砂を採取して農道まで行くところを砂利を入れてダンプトラックの通行路にしようとした。それは地目が畑だったんです、そこはね。で、だから農地転用しないとそんな目的外の使用はできないということで、糸満市の農業委員会が中止を指示して現状回復を指示した。それから沖縄県の赤字と流出防止条例の手続きにも違反している。糸満市の風景づくり条例にも違反している。こういった問題があるんです。ありとあらゆる法令に違反して業者は開発をしようとした。こういった経過が必要な大切なんですね。ちょっと時間の関係で細かい話は全部飛ばしますけども、まあ、先週沖縄県議会が全会派一致で意見書を採択して、金曜日には知事が措置命令を出したということで、本土の方でどのぐらい報道されたのかよく分からないんですけども、まあ、その絡みで言うと、自然公園法違反で着手したわけですけども、自然公園法の届け出を業者は出し直しました。で、年末に糸満市を経由して書類を出して、それが1月18日に糸満市から沖縄県に書類が回ってきました。で、自然公園法の定めではそれを受理すれば30日経てば、ね、業者は開発に着手をできる。で、その30日の間に
知事には自然公園法33条2項に基づいたいわゆるその必要な措置命令を出す権限がある風景を保護するために。でそれがこの33条2項なんですけども、風景を保護するために当該行為禁止もしくは制限しまたは必要な措置を取るべき旨を命じることができる。ただ私たちはこの法令をね、熊野鉱山金箔の塔の横の鉱山開発について知事が開発の中止命令を出してくれという、これはだから3月1日から具志堅さんたちが行われたハンストの第一の目的だったわけですね。でこれは30日の範囲でしかできないわけです。でその期限が先日の金曜日4月16日だったんです。だから一応措置命令、これは後で話をしますけども、措置命令は出ましたけども、もうこれからあとこの30日の期間過ぎていますから知事は何もできません。 あくまであの日にきちんとやっておくべきことはもっと多かったんですけども、その最終日非常に中途半端な曖昧な措置命令に終わってしまっているわけです。でちょっとこの辺の話も飛ばしましょう。であとまあ熊野鉱山あたりにはいろんな戦績等々もあって、すぐ横には有川中将以下将兵士決の号とかね、それからシーガー部というのでいわゆる兵士たちだけではなくて地元の住民たちも米兵7家族ぐらいが米兵に殺されたそういう証言があるところもあるわけです。でそのシーガー部というのはこの黄色い丸のところで、でここは当初は伐採届の範囲に入ってたんです。だから業者はこの範囲奥の方のシーガー部を含めて開発する鉱山に掘削する予定だったんだけど、その後の状況の中でシーガー部は手をつけませんと言ってますけども、当初計画の範囲だったことは確かです。でいずれにしてもこんなにいわゆる慰霊各地の慰霊碑とかね、戦跡のすぐ横で開発が進むことで、まあ、非常に、まあ、今回についても残念な思いはします。で鉱山の問題で、まあ、先ほどもちょっと中途半端に終わりましたけども、これは今土砂を搬出してるダワ鉱山ですね。こんなにひどい状態で、でこれは山ですから削れば下からもめっちゃ楽ですね。ところが南部の鉱山糸満八重洲の鉱山はほとんど平坦地ですからどんな状況かはなかなか見えない。で例えばこれ両側から掘削されて真ん中が屏風のように残っている、危険極まりないと思うんですけども、こういう、それからこれもそうですね、これ畑三方がほとんど直の角で切られてしまって、で農道からも際でこんな鉱山があちこちにあるんです。これもそうですね、でさっきの交渉でも私が強調しましたけども、まず業者のアンケートで辺野古の土砂調達可能だということで回答あったから、それを並べましたというふうに言ってるんだけども、それはもう全くひどい話でね、こういう巨大な採石の後のね、これはだから鉱山保安法とかその施工令等々でも採掘の後の埋め戻しとか植栽は義務付けられてるんです。それを無視してこんな形で放置をして、でしかもまだこの上に辺野古に土砂を出そうとすると、おそらくこれもっと掘るかね、これを埋め戻しする土なんて全くないわけですね。だから辺野古へ出すところではなくて、まずこの巨大な鉱山跡の採掘の跡のね埋め戻しを優先すべきだという話をさっきも強調したんです。それから姫路の最後の地になった荒西海岸の方でも違反行為の無届けの採掘とか、熊野鉱山の問題で私たちが追及をして糸満の市議会それから八重瀬町議会等々でも問題になって、この間あちこちの鉱山で同様の自然公園法違反農地法違反そういった事例が相次いでいます。糸満市も今全域の鉱山の調査を始めてますけども、まあ、そういう意味では熊野鉱山で私たちが取り組んだ結果がそういった他の鉱山のね乱開発をチェックする歯止めになったというふうに思うんですけども、まあ、そういう問題がある。
それからこれもそうですね、ちょっと時間がないんで、まあ、あの3月から搬送を始められて、で知事も、まあ、最後の日、まあ、プライベート土曜日でしたから、あのジーパン姿のプライベートということで来られました。でデニー知事もテリー副知事も次回、それからいろんなコメント等々では非常にその思いがよくわかると発言を繰り返されています。だから私たちも知事副知事がこういう発言をされているわけですから、当然その期限の4月16日開発届に対して何らかの対応をしてもらうというふうに思ってたんですね。でしかも県議会が全会一致で決議を挙げたというふうに話をしましたけども、自民党の県連、公明党の県連もね、南部地区から遺骨購入の土砂が使用されることは人道上許されない、南部地区の遺骨購入の土砂を辺野古新基地建設の埋め土砂を使用することは県民として耐え難い、こんな要請書を防衛局長に自民党沖縄県連、公明党県本部の代表委員長らがね突きつけて、そういう状況だったわけですね。だから当然もう少し頑張ってほしかったというしか言いようがないと思います。で今回の措置命令ですけども、一応自然公園の33条2項の措置命令にはこれがちょっと真ん中の字が小さくて申し訳ないんですけども、16日に出した知事の措置命令は4点あります。で1つは遺骨の有無について関係機関と連携し確認し、遺骨の収集に支障が生じないよう措置を講じること。これ意味分かりますか？文書もちょっとおかしいと思うんですけどね、主語がよく分かんない、誰が遺骨の有無について確認するんだ、これ措置命令で業者に対して出してるわけですから業者が確認すると読み取れるわけですね。だから関係機関というのは県と思いますけど、ところが後ろは遺骨の収集に支障が生じないよう措置を講じること、これも意味がよく分かんない、だから県がやる遺骨収集に邪魔にならないように協力しなさいという意味なのかね。でこれは実はね、16日に最終的なこの措置命令が出ましたけども、前日与党県議団と知事三役担当者含めて、事前のその説明があったんです。でそこで最初の案が与党の県議団からこれはもうダメです、県民は納得できないということで突っ返されて、次の日にほんの少しだけ手直ししたものを与党県議団に示して、まあ、こういう文面があった。だから手直しの中でよくわからない文章になってしまったというのはあると思うんですけど、ただ措置命令というのはこれはあくまで不利益処分ということでね、これに従わない場合は行為の中止、それから罰則規定まで決められている非常に厳しい命令です。だからそうである以上一体何を措置命令したのかね、それが具体的に分かるようなことでないと逆におかしいというかね、そういう問題がある。で2点目の周辺の風景の影響を与えないよう植栽等の措置を講じること、これは措置命令でわざわざ言わなくてもこんなことは当然のことなんです。鉱山保安法等々でも決められている。でしかもここで問題になるのは工事施工中の植栽をという明言はしていないんです。3番目の現状区もそうですけども、今回業者は事業行為の期間を10年間という書類を出しているんです。10年経った先の話ですね、2番と3番の植栽とか現状復旧というのは10年先に業者が10年前に措置命令が出ましたからそれを遵守してやりますなんてことを責任が取れるでしますかね。でしかも今の糸満市八重瀬町のあちこちの鉱山の本当にひどい状況、乱開発の状況をさっきも写真見せましたけども、それを見ていたらとてもこの鉱山で同じようなことが起こらないとは考えるのが普通だと思う、逆にね。でそういう意味でこの、措置命令については非常に不十分なものだったというふうに思わざるを得ません。で留意事項で人道的な観点から悲惨な沖縄戦の戦没者の遺骨とか混入した土砂を採取しないことという条文が入ってますけども、これは県議会の決議をそのまま繰り返したに過ぎません。
でしかも留意事項ですから法的な拘束力はありません。これはあくまで問題措置命令の文書は1から4まで、上の1から4、これを業者に命令をして、これに従わなかったら中止命令罰則規定をすると。で沖縄県は今業者に対して16日にこれを示して、今月中に弁明書、行政手続法で不利益処分を出す場合にはこういったその手続きが必要なんですけども、弁明書を提出するように、でそれを見て5月14日にまでに最終判断をするということになっています。だからこれはその最終判断がこの措置命令の内容をもっと厳しくなることはそれもありえないわけですね。弁明書を見て弱まることがあったとしてもきつくなることはありえない。だから最高でもこの範囲でしかない。でそういう意味でも非常に残念な思いはしています。で、まあ、最後ですけども国へ、今日もそうですけども南部からの土砂調達計画の撤回を求めることと、それから沖縄県については、これを大急ぎで上の赤線引いて消したんですけども、33条2項の中止命令はできなかったということで、措置命令の内容の徹底的な監視、それから業者がきちんとしない、それから県の違法収集活動が完全に終わるまでね、業者には開発をさせない、そういったことを今回の措置命令の範囲でもできるんじゃないかというふうに思っています。で、あとは設計変更申請、土砂に関する土砂の知事が毅然と不承認にする、これができれば南部地区からの土砂調達は止まります。ただ国の方が法的な措置でひっくり返そうとするでしょうけども、基本的には土砂に関する土砂、南部からの土砂調達計画を知事は不承認にすれば、今回私たちが危惧しているような南部の遺骨混じりの土砂が辺野古の問題に使われることはない。ただ私個人としてはそれがもしあったとしてもね、やはりさっきも写真でお見せしたようにコンパクト塔の横のあの真横の場所でね、あそこが掘削をされて採掘をされるというのはやっぱり忍びない思いがします。でそういう意味では今回措置命令もう少し担当部局がかなり抵抗したという話は入ってるんですけども、そこをなんとか知事副知事が頑張ってほしかったというのは個人的な思いを持っています。ちょっと時間をオーバーして申し訳ありません。田上田さん、ありがとうございました。引き続きまして一部の政府交渉からまた講演をいただきたいと思います。沖縄戦遺骨収集ボランティアガマフヤの代表の方、具志堅高松さん、どうぞよろしくお願いします。皆さんご苦労様です。具志堅です。さっき厚労省防衛省との話でちょっとエネルギー使いすぎたんで今ちょっと虚脱状態ですけれども、伝えたいことだけをお話ししたいと思います。そしてあと次の質問の方で内容をさらに補足していきたいと思いますので、たくさん質問してください。そうですね、この先ほどから北上田さんの話の中で少しずつ出てくる部分で、その国が南部からその土砂を採取するときに業者に遺骨がない状態にの土砂を採取するように求めるっていうふうな、そういうふうな話があります。要するに遺骨収集は本来これ国がやるべきっていうことははっきりしてるんですけども、これは2016年に成立した戦没者の遺骨収集の促進に関する法律の中で、このことは冒頭で遺骨収集は国の責務であるって謳われてるんですね。ところがそれを防衛省は
業者にそのことを義務付ける契約をやれば業者の責任であるっていうふうなことで、まあ、業者の責任にしようとしてるっていうことで、まあ、このことに例えば何て言うんですかね、言えばこのもっと根本的なところから目をそらされてはいけないっていうことはあるんですけども、この根本的なことっていうのは何かっていうと、そもそも戦没者の血が混ざった、血の染み込んだ、あるいは腐った肉の染み込んでいった土砂を埋め立てに使うっていうこと自体が、これが人道に反するんだっていうふうなこと、だから使わないでくれっていうふうなこと、だからその表面にある遺骨を取り除けば、取り除いて遺骨がない状態にすれば使っていいのかっていうふうな、それはダメですって言わないといけないんです。まずそこにこう、そのことでこう騙されないというか引っかからないようにしないといけないんですけども、あとですね、国が言っている遺骨を業者が収容する、業者に遺骨を収容させるっていうのは、これは無理です。これまで私、まあ、40年近く遺骨収集やってるんですけども、これははっきり言います、無理です。物理的に無理です。それから技術的にも無理です。そして業者はこういうふうなことを言ってました。表面の土砂を採取して保管して置いとくんだと、そして事業が終わった後にまた埋め立てに、埋め戻しに使うんだっていうふうに、この言い方の中に遺骨を収容するっていう言い方は含まれてないんですよ。要するに遺骨が入ってようがいまいが、事業が終わったらその穴を埋めるためにまた埋め戻しに使うっていうふうな、これは遺骨収集するっていう話ではないんですよ。要するにその現場から持ち出す土砂に遺骨が含まれてなければいいんだろうっていうふうな、そういう発想ですよね。まずそこにも問題があるんですけども、仮にその表面の土砂を取り除いて保管しといて、その下からはもう遺骨は出ませんよねっていうふうな、だから遺骨は含まれませんよねっていう言い方、まあ、そういう言い方なんですけども、実は沖縄のその琉球石灰岩の特質として、深いところからも遺骨出るんですよ。これは雨水の浸食でもって地下に坑道が形成されて、それがガマって言われてるんです。でそこに地下の坑道にどっかに入り口があって、そこの入り口から地下の坑道の中に逃げ込んでいって、そこで生きながらえた人もいますし、そこで亡くなった人もいます。亡くなった人っていうのが今写真にあるこの8名の方です。これ大人の骨は6体しかないんですけども、右端に小さいのがあります。あれは2人の子供です。でこの遺骨は収容したのは青森の浜田さんという方たちで、その浜田さんたちはこの遺骨を地表から10メーターほど下で掘り出しています。ですからこの表面の土砂を取って、その下には遺骨はないですよねっていう言い方は、これは間違いです。沖縄のその琉球石灰岩には通用しません。それからその何て言うんですか、じゃあ業者が地表で遺骨収集をするとき、それができるかって言ったら、これも無理です。大きい遺骨は見つけることできるはずです。小さい遺骨っていうか細かい遺骨っていうのはどうしても探しきれないんですよ。人間にはこう210個もの骨があって、私たちがどんなに注意して掘り出しても全部探しきれたことないです。
で今やっている現場、この熊野鉱山の近くに糸満市の一色っていうところで持ってるんですけども、質疑を含めて5時25分まででお願いしますってあのそうですね、あの質問というのは私だけじゃなくて北上田さんにも来るんで、私はあと5分か10分ぐらいで戻ってあと質問に切り替えたいと思います。この地表の遺骨っていうのはあのまず全部探し切ることは無理だということですね。例えばあの子供の遺骨だと、今子供の遺骨も出てるんですけども、あのこの指先の骨、指の摩擦骨っていうんですけども、その子供だとですね、あのボールペンの芯ぐらいの太さなんですよ。であとそうですね、あの特にこの赤ちゃんの骨なんていうのはもうほとんど無理です。それから人間の骨でですね、あの肩甲骨がありますよね、肩の後ろの骨、ちょっとごめんなさい、これは本物ではありません、プラスチック模型です。これ人間の肩 の, あの肩甲骨の骨で、これ左の肩こういうふうになるんですけども、この肩甲骨、硬い部分を除いて、この何ですか、扇の部分というか、これは残らないです。あの人間の骨でとっても薄い骨で、一番薄い骨なんですけども、こう向こうが透けて見えるぐらい薄いです。でこれが見つかる時っていうのは、あのちょうどあのスーパーのレジ袋を太陽の下に長いこと放置しておくと、あのパサパサになってこう崩れてますよね。ああいうふうに崩れてます。もうすでに骨がもう土に染み込んでしまってるっていうかな。だから骨がない状態の土壌っていうのは、あの戦没者の遺骨が見つかったら、そこにはもう骨が混ざってないということはもう言えません。あとこの指のですね、親指と小指、あの手の指、親指にもあるんですけども、親指の付け根にですね、あの種子骨っていう植物の種子、漢字を書きますけども、その種子骨、あの足の親指だと大体小豆ぐらいの大きさなんですよ。それが2個ついてます、あの片側に。だから足には4個あります。手にも4個あります。手の種子骨もっと小さいです。今までこれが探せたっていうのは本当に稀です。そうやってもう足の小指の先もほとんど見つかってる試しないです。とっても小さいです。だからそういうふうに、なんていうんですか、もう物理的になくなってしまってるっていうのは、風化してしまってるっていうふうな、そういう意味でも土には入ってます。あと技術的にっていうと、その骨が出てきた時にここにはこういう骨があるはずだっていうことで、それをこう細かく探しても、もう形があるかないかぐらいの小さい状態でしか見つからないっていう、まあそれをこう採取しきれるかっていうふうな、そういう技術的にも無理です。ですから、まずこれは遺骨がない状態で、土壌だけを、遺骨がない土砂を取る、採取するっていうのは無理です。それと今日河内議員がおっしゃってた話で覚えてますか、死体損壊罪に当たるんじゃないかっていうふうに、実はこれ前から私も思ってまして、遺骨ではないんですよ、まだ死体なんですよ。これは例えば埋葬地に埋葬した家族がですよ、その犠牲者を埋葬地に埋葬してした状態、そこで見つかる骨は確かに遺骨って言えるんですけども、しかし
行方不明者の骨が見つかった時にはこれは死体が見つかったんですよ。骨になった死体が見つかったっていうふうに。じゃあ戦争の犠牲者っていうのは誰かが葬ったのかって言ったら葬ってないです。殺された状態なんですよ。だからまだ死体があるんですよ。その死体を収容するんじゃなく、その建設機械でガサガサやってて壊してしまったらこれは死体損壊罪に当たるんですよ。今日のその川内議員の話、これはもしかしたら法的にこれから適用するべき問題だなっていうふうに思いました。そうですね、あとですね、この細かい骨の写真ということで、実はこれ私の知り合い の, あの杉山栄一さんという方が撮った写真なんですけども、南部の真国で写した写真です。この写真の中に遺骨がいっぱい入ってます。これを探しきれるかどうか試しに皆さん見てください。後で、あ、今写真に出てますね。これがその遺骨があるんですけども、どこにあるのかっていうのがほとんどの人気がつかないと思います。もう一つ出ます。次に出します。いいです。ここにその出したのがあるんですけども、この赤く印をつけてるのは全部遺骨です。これは写真でも判別しづらいんですけども、写真で見ても実際に現場で見てもほとんどの人判別できないです。骨なのか石なのか。で、問題になっていた熊野鉱山でも、そのまだ立ち入り禁止にならない時点で入った時に、その新聞記者の方に、私手のひらに石と骨を乗せてどっちが骨だか分かりますかって言っても分からないんですね。で、持ってみてくださいって言って、それでも分からないんですけど、片方が軽いっていうふうなことで、その軽いのが骨なんですよ。私たちも実際に掘っていて骨なのか石なのか区別つかない時あります。その時持ってみて重さを確認して、あ、やっぱり骨だっていうふうに、そういうふうなことをやっています。で、それを業者にやるっていうのは無理です。ですからそういう場所は、私は何て言うんですかね、そういう場所っていうよりも沖縄の南部においての遺骨収集は我々の代では終わりきれないと思ってます。むしろ次の代にどう引き継ぐかっていうようなことが今求められてるって思ってますし、それはそのまま取りも直さず、そういう場所っていうのは戦没者に対する祈りと、それから私たちが戦争にならないようにどうすればいいのかっていうことを学ぶ学習の場、まあ、祈りと学習の場になるべきだと思ってます。これは現場があってこそできる話なんです。それで私たちは今やろうとしているのが、沖縄県に対して沖縄本島のその遺骨がある未開発の緑地帯、そういう緑地帯を条例でもって土砂の採取を禁止して、そこでは戦没者への祈りと、それから平和のための学習の場にするべきだっていうふうな、そういうことをこれから条例の中に盛り込むように、そういうことを要請しようと思ってます。私の話はとりあえずこれだけにして、あと質問に移りたいと思います。お疲れ様でした。内健さんに、ね、ちょっとお尋ねしたいんですけれど、今まで、遺骨収集をしているときに厚労省が積極的にその収集に参加したっていうのを見た覚えはありますでしょうか。はい、ないって言った方が正確だと思います。
さっき厚労省が言ってたことで、ボランティアの人から遺骨やなんか、見つかった時にだけ自分たちがやりますっていうことを言ってたんで、多分何も沖縄ではやってないと思ったんですよね。ただ厚労省の先ほどの16年でしたっけ、南方では厚労省が積極的に遺骨に関わってるはずなんですよね。お金を使いながら人員も派遣したりして、なんで沖縄ではそれをさせな、したないのかっていうことをやっぱ追求していくべきだと僕は思ってるんですよね。はい、まさにその通りだと思います。沖縄でですね、厚生労働省にやってほしいようなところあるんですよ。実はこの南部の緑地帯もそうです。一箇所で見つかります。それからあと200メーターぐらい離れたような場所で見つかります。さらにもうちょっと離れ反対側でも見つかります。そうするとこの緑地帯にはまだ遺骨があるなっていうふうに私たち判断します。でそれを私たちが、まあ、2、3人で日曜日だけそういうふうな作業をしても、地図の上ではその緑地帯の中に点をつけただけの発掘でしかないんです。一人で発掘する面積っていうのは、そうですね、1.5 メーター四角を、まあ、20センチか30センチ掘れたらいい方ですね。だからそんなに広く探しきれないんです。だからやることはもう 表面をこう表面にこう何ですか、遺骨もしくは戦争当時の遺物が確認できないかっていうふうなことでやって、何かそれが見つかったら今度はそこを掘っていくっていうふうな、そういうふうな作業をしてるんですけども、しかしこれをですね、ちょうど比較するのにいい材料というか、2009年の10月9日から12月10日までの2ヶ月間那覇市のマカビっていうところで大掛かりな遺骨収集を展開したことがあります。これは緊急雇用創出事業として、失業対策事業としてやったんですけれども、まあそこは遺骨収集が必要ということがはっきり分かっている場所だったので、当時制度としてあった緊急雇用創出事業、それを活用して行ったんですけれども、広さが7000平米、そして働いてもらったのが55人のホームレスの方たち、この方たち毎日公園から出勤してました。現場まで来てくれてました。で掘り出した遺骨が172体相当掘り出しました。でその時は全く手作業でその現場をこう発掘していったんですけども、そういうふうな、まあ、失業対策とっていうふうなやり方でもいいかなとは思うんですけども、緑地帯の上に、まあ、地図の上でこうメッシュを引いて、まあ、例えばメッシュの四角の一つが50メーター四角でもいいんですけども、それを毎月一つずつ潰していって調べていくっていうふうなやり方でもいいかなと思ったんですけども、あるいはこれをホームレスの人っていうよりも今後の若い人たちにそういう何て言うんですか、戦争があったっていうことが事実なんだっていうふうな、そういうふうなことを知っていただくためにも、むしろ若い人にやっていただけたらなっていうふうな、そういうことも思っています。 ですからさっき言ったその慰霊と学習の場にするっていうふうな、それがこう何て言うんですか、まあ、国の後押しを受けながらやるっていうか、そういうふうなことができたらいいなっていうふうにも考えてますし、ごめんなさい、今の質問は答えになってましたですか？いえ、ただこれは僕が勝手に思ってることなんですけれど、はい、なんで沖縄で積極的に遺骨収集を国がやらないかっていうことは、やっぱ悲惨な戦争だっていうことをずっと隠してましたよね、教科書問題なんかにしても、はい、だからそういうことになかなか取り組まない、うやむやにしてるんじゃないかなって思ってるんで、ぜひ、厚労省が積極的にすべきだっていうことをやっぱ、
訴えていくべきだと思って、実際ねあそこで県民の方々が軍隊に殺されたりっていうことが必ず起きてたっていうことをも伝えていく一つの手がかりかとも思ってるんですけれど、まあこれは勝手な僕の話なんで、ぜひ具志堅さんなんかが中心になっていただいて、まあ、土砂を止める県条例も当然ですけれど、今後においてそういうことをもっと積極的に明るみに出していく必要性があるんじゃないかなと考えてます。はい、ありがとうございます。確かにそれあります。厚労省に遺骨収集をやってほしい場所を要求すると、そこに遺骨があるんですかって聞くんですね。あるって分かったら自分が掘ってるよって言うんですけど、探してほしいから、そこを調べてほしいから言ってるんだっていうようなこと で、厚労省は例えば一つの防空壕を入り口が塞がってるから開けて、それは有効が必要ですから、そういうのをやってほしいって言っても、厚労省が言うのはそこで人が亡くなってるっていうことを証言する、その証言を2人以上は求めるっていう、1人の人のだけの証言ではなくっていうふうな、でそういうのが何ていうんですか、決して積極的にやろうとしてるわけではないです。だからそこにおいて南方との温度差が生まれてると思うんですよね。なんで南方ではあれだけ積極的にお金を使ってでもやってるのに、沖縄でやってない、やらないんだっていうことを、やっぱそこも追求していくべきじゃないんでしょうか。はい、そうですね。南方のことでいうと積極的にやってるかっていうと、参加した人たちの話でいうと、もっと欲しい、もっと掘って欲しいけど、もうあんまりなんていうんですか、いっぱい掘ってくれるわけじゃないっていうふうなことも聞いてます。はい、ありがとうございました。はい、はい、すいません、宗教者ネットの武田です。具志堅さんにお尋ねしたいと思います。6月23日と8月15日に向けての行動の具体的なところをお伝えしていただければありがたいと思ってます。はい、これは今回今日国に要請した要請というか、まあ、なんていうんですか、この意見交換という場であったにもかかわらず、関わらずっていうか、とにかく今日私が国とお話しして中で一番言いたかったのは、その南部から土砂を採取する、埋め立て土砂を取るっていう、その計画をもうやめてくれ、断念してくれっていうことでした。でそれが改善、いわゆる改める様子が見られないんであれば、私は今度は6月23日に糸満の真国において行われる戦没者の慰霊祭で、これには本土からもこれ毎年多くの遺族が参列しています。その真国においてできるだけ本土のご遺族に伝わるように、その真国においてハンガーストライキをやりたいと思っております。そしてその次は8月15日東京の武道館において全国戦没者追悼式が営まれます。そこでもやはり全国の戦没者のご遺族に伝わるような形でハンガーストライキを行いたいと思っています。これは沖縄ではもうそれなりにこう大きなうねりというか運動になっているんですけども、本土においてはまだほとんどの方が知ってないと思います。でこの話は聞いた人は大体、まあ、ほとんどの人がこう言います。いくらなんでもそんなことはしないんじゃないのとか、ところがそれをこう何て言うんですか、みんなが知らないで声を上げなければ本当にやられてしまう恐れがあると思ってます。ですから私はできるだけ多くの人に知ってもらいたいと思っています。そのためにハンガーストライキ、それぞれ何日前からやるか、
6月23日に合わせてその前からやる、8月15日に合わせてその前からやる、それを何日前からやるかっていうのは、まあ、何日前からできるだろうかっていうようなことを、まあ、勘案しながらこれから決めていきたいと思ってます。はい、どうもありがとうございました。大変恐縮なんですけれど、会場の都合でここで打ち切りさせていただきたいと思います。申し訳ないです。今日はお二人の講師の方に本当にありがとうございましたの拍手をよろしくお願いします。ありがとうございました。それで今日最後になります。今日の閉会の挨拶を、ピースボートの野平さんです。よろしくお願いします。止めよう辺野古埋め立て国会法維実行委員会の野平と申します。今日は大勢の方にお集まりいただきどうもありがとうございました。で、会場に入れなかった方もいらっしゃるので、今日は別の会場も押さえて、このネット中継をスクリーンに映し出して、見ていただきました。どうもありがとうございます。で、今日の、防衛省厚労省の交渉は、まあ、なかなか誠意ある答弁は聞けなかったんですけども、まあ、具志堅さんそして遺族の方々のこの悲痛の思いは伝わったのではないかなと思います。で、私たちも引き続き、質問に対してまっすぐに答えるような回答を入れるように、努力していきたいと、交渉していきたいと思います。で、これからのアクションについてちょっと呼びかけを簡単にさせていただきます。皆さんの手元に、沖縄県の不承認を支持するアクションの呼びかけという用紙があると思います。で、こちらをご覧ください。で、動画投稿サイトというものを設けました。で、これは、沖縄県にこの設計変更申請についての意見書が約1万8000通、届きました。で、この届いた意見書を見える化しようというものです。ですから皆さんが送った意見書を、まあ、住所のところはこう消してですね、送っていただければそれを、ホームページにアップします。そして、動画の投稿も、呼びかけてますので、皆さんが意見書に込めた思いを動画にして、差し支えない方はアップしていただければなと思います。広げよう、意見書の声、みんなで広げよう意見書の声というので検索したらそのサイトが出てくるので、ぜひ、ご利用ください。そして、北上田さんの方から、おそらく沖縄県が5月中旬から末ぐらいには、不承認を出すというお話がありました。で、それに呼応したアクションの呼びかけです。不承認が出てから約ちょうど1週間をですね、ブルーアクションの、1週間にしたいと思います。で、私たちは不承認を支持するんだという思いをですね、表すということで、辺野古大浦湾の美しい海を象徴する青い服を着るとか、あるいは青いものを掲げるという、そういう週にしたいと思います。で、国会議員の皆さんは青い服を着て、質問に立つとか、テレビのタレントの皆さんも、なぜか青い服がその週間は、着てる人が多くなってるとか、あるいはフェイスブックの、プロフィール写真も青いものにするとか、そういったものにしていきたいと思います。そして私たちは不承認を支持する、辺野古に基地を作るなというプラカードを持って街頭に立つ、あるいは街頭に立たなくてもその写真を自分で撮って、今オール沖縄会議の事務局に、お願いしているところなんですけども、皆さんが撮った写真を、オール沖縄会議のホームページにアップして、全国の人がこの不承認を支持しているんだというのが見えるような形にしたいというふうに思って今準備しているところです。で、オール沖縄会議の方でも、この不承認が出た後、大きな集会を予定しているということなので、その同じ日にこちらでも、アクションを行いたいと思います。まだ日が決まってませんので、それはまたお知らせします。そして不承認が出た翌日はともかく首相官邸前に集まって、私たちの、声を上げていきたいと思います。で、今後もいろんなアクションを呼びかけますので、ぜひみんなで、辺野古新基地建設を止めていきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。
それこそ厚労省の人たちと具志堅さんとのやり取りを聞いてて何を一番感じたかというと、具志堅さんは熱いんですよね。体感的に知っている。厚労省と人たちは知識で知ってるだけで、どうするんですかねってこの隔たりを何とかしないと、これはそのまま続行されちゃうなってな危惧を聞いてました。ぜひなんとか僕らも体感的に予発を埋めるなっていうことを確認できたいと思います。ありがとうございました。よろしいでしょうか。今日は長丁場でしたけれども、本当にご参加された方々の熱い気持ち、大変大変だと思いますが、やっぱり政権を何とかしなければというふうに繰り返し思います。ぜひぜひ私たち今日の思いをですね広げていって、運動のうねりを大きくしていきたいと思います。じゃあ今日はありがとうございました。最後は拍手で。